はい、どうも皆さん、こんにちは。ナナユです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は2018年度中央大学の入試問題です。範囲は数 B の数列ですね。一見その多項式の展開で数1っぽいんですけれども、まあ AK とか出てきて、シグマ計算が出てくるので数 B の数列になります。それでは問題見ていきましょう。 N を3以上の自然数とすると、 N 字多項式 x+1x+2x+3…x+n を展開し、 x の形状の係数を ak と置くと。で、 k=0 から n までで、 a0 というのは定数項ですね、が x の n 乗までですね。 x の n 乗の係数は an になってます。で、1番 a の n-1 を n を用いて表せと。括弧2は n が5の時 a3 の値を求めよ。で、3番が a の n-2 を n を用いて表せと。括弧3番の布石として括弧2番があります。で、括弧2番は、まあ、5の時を計算して、で、一般化せよという、そういう問題ですね。まあ、これ知ってれば3番もいきなり解けると思うんですけども、まあ、知らない人のために2番があると、そういうふうに考えてください。それでは1番からいきましょう。x+1、まあ3以上って書いてあるけれども、分からなければ、まあ、3ぐらいで考えてみた方がいいかもしれませんが、いきなりいきます。 x+3…x+n までいきましょう。これ展開すると、 x の an-1 は x の n-1 の、係数ですね。これの x の n-1 次のこの係数は何かということですね。これが an-1 です。で、 x の n-1 乗というのは、この括弧から一つずつその数を取ってって掛け算したものになるわけですけど、 x を n-1個取らなきゃいけないわけです。だから合計その x を n-1個取るってことは、数は1個しか取れないわけですよね。これどっちか選ぶわけですよね。1か x か選ぶわけです。1を選んだら、あとは全て x を選ばなきゃいけないわけです。で、例えばここで2を選んだら、あとは後の項は全部 x を選ばなきゃいけないわけです。したがって、これ展開すると、まあ、最初これ x の n 乗が出てきますよね。で、 x の n-1 の係数は、要するに 1+2+3+ 括弧のその和になるってことですね。 x の n-1、数字を1回かけて、あと残りは全部 x をかけないと x の n-1 乗ができないわけですから、この 1,2,3 というのは、これがここに来てて、これになってて、これがここに来てるとというわけです。で、この n がここに来てるというわけですね。というわけで、1から n-1 までの n までの和ということになるので、シグマの k=1 から n までですの k ですね。ということで、2分の nn+1 が答えです。2分の nn+1 ですね。これが、答えになります。はい、じゃあ括弧2いきます。括弧2は n=5 の時ですね。ということで、 x+1x+2x+3x+4x+5 と、まあ、面倒ですけどちょっと書きましょうか。で、これで x の、3乗の係数ですね。3乗の係数ということは、3回 x を取って、まあ、この中から、1つずつこう1つ取っていくわけですけれども、3個 x を取って2つは数字を取るってことですね。だから例えば1と2を取ってあと全部 x を取ると、それ以外にも、1と3を取ってあと全部 x を取ると、あるいは1と4を取って、あと全部 x を取るとというように、ここから1から5の中から2つ取るっていう組み合わせの相場になります。だから、まあ、これ展開すれば x の5乗が来て、まあ、さっき計算したように1から5までの足し算が x の4乗の項で、
じゃあ3乗の項はどうなるかっていうと、 1×2 と 1×3 と 1×4 とっていうふうに、これ 4×5 まで2つの、組み合わせの和になるわけですね。で全部でいくつあるかっていうと、これは5個から異なる2つの数を取ってきた数ですから、合計2個あるわけです。つまり10個あるわけですね。まあ、これ計算すればいいわけです。ただこれ一般化するのに、その3番を用いるのに、これ10個計算、手計算で計算できるけれども、じゃあ n-2 を n で表せって言った時にできないですよね。だからこれどうしても、計算方法を考えなきゃいけないわけです。で、その合子2個のものはどうやったらできるのかっていうと、1+2+3+4+5 がまあヒントになってます。 1+2+3+4+5、 これ計算すると、この2乗を計算すると、1の2乗足す2の2乗足す3の2乗足す4の2乗足す5の2乗っていうのができるんですね。でその他にまあこれ1と2をかけたものと1と3をかけたものとかができるので、結局これに何がかけられるかっていうと、2倍の 1×2 足す 1×3 足す 1×4 足す点点点の 4×5 という、ここに現れているものと全く同じものができるわけです。これと同じものがここにできるわけです。これ 10個の和になるわけですね。なので、まあ、こうやって計算できるってことに、気づかないといけないんですね。だから2乗のその和から、和の2乗から2乗の和を引くっていう、それで2で割るっていうことで、この、緑色のところ 5C2 個10個の、総和を求めるっていうわけです。ということで、じゃあ A さんは、まあ一つ一つ計算してもいいですけれども、2分の1の1+2+3+4+5 の2乗から1の2乗足す5の2乗までを足して2で割ると。ということで、2分の1の15の2乗マイナス6分の1 5×6×11 と、ここはシグマの計算ですね。で6で割って55ですかね。ということで、2分の1、15の2乗225マイナス、55ということで、2分の1 170で85というのが答えです。これが答えですね。ここまでよろしいですかね。で、まあそれを一般化して、まあ計算方法はもうこれで分かったと思うので、n-2 の値はもちろん、括弧3は括弧2の一般化ですね。括弧2と同様に計算をすればいいということです。にして、an は -2 は2分の1、1+2+3+…n までの和の2乗から1の2乗足す2の2乗足す…の n の2乗までの和の半分ということですね。で、これはシグマ計算をしなきゃいけませんので、やっぱりこれは、数列の問題ですね。シグマ k の k=1 から n までの、ここはもう2分の n+1 でいいかな。2分の 1nn+1 の2乗マイナス6分の 1nn+12n+1 ですかね。ですね。で、まあこれ計算丁寧にやっていきましょうか。2分の1の4分の 1n の2乗を n 足す1の2乗マイナス6分の 1nn 足す 1n2n 足す1と、
8分の1と12分の1ができるんで24分の1を取っちゃいましょう。24分の1とそれから共通因数で nn たす1というのが取れますので、これ取っちゃうと、3nn たす1ですかね。それから、2倍の括弧 2n たす1と、あと中計算してあげれば24分の1 nn たす1、それから、3n の2乗プラス 3n マイナス 4n マイナス2となって、まあ、それ因数分解すれば n マイナス1の、3n たす2となります。これが答えですね。ということで、まあこんな綺麗な形になったわけですが、これが答えということになります。はい、まあこの題材は、結構まあ有名な、この式って結構有名な式であって、まあ、例えば1から123n から、異なる2数の、積の総和を求めようみたいな、異なる2数の積の総和を求めようというような問題としてよく知られています。なのでそれをまあ形を変えて出題したものと思われますよね。どういう形で出ても その根本的に同じところを聞かれてるんだっていうのが分かればいいかなと思うんですけれども、聞き方はまあいろいろあるわけですよね、うん、で例えばまあこれちょっと話はそれますけれども、A たす B たす C とかっていうものの、展開を考えた時に、これはまあ公式として皆さん知ってると思うんですけど、2倍の AB たす BC たす CA となりますよね。これまあでも4つだと考えたことあんまりないと思うんですよね。これ公式として定着はしてないですし、まあ考えたことがある人はあんまりいないんじゃないかなと思うんですけど、覚えてる人もいないと思いますしね。ただ計算せよって言われたら多分皆さんできると思うんですけど、これこんな感じになるんですよ。 AC たす AD たす BC たす BD たす CD と、でここに6個出てきますよね。この6個出てくる式というのは、ABCD から4つから、2つを選ぶっていう 4C2 個6個なんですね。でこの式というのは、ABCD の2乗って対称式じゃないですか。 ABCD に関する4つの変数に関する対称式なので、これ対称式なんですよ。でこれ基本対称式の1つなんですよね。で4つの式の基本対称式って、ちょっとめんどくさくて、まあ一番最初に、出てくるのが A たす B たす C たす D です。で次はこれなんですよ。 AB たす2個の和なので AB たす AC たす AD たす BC たす BD たす CD なんですよね。で、3変数のものは ABC で1個残せばいいので4つになるわけです。ABC たす ABD たす ACD たす BCD と。で、最後は ABCD なので、4変数のその基本対称式っていうのはこの4つあって、まあ例えば X1、まあ X3 ってあまり書かないか。シグマ1とか。書きますかね。シグマ1、シグマ2、シグマ3、シグマ4とこんな風に書いたときに、まあ、この式でその4変数の対称式はこのシグマ1からシグマ4の多項式で書けるみたいなことが定理としてあるんですね。でも基本対称式がこの式がすごくめんどくさくなるわけです。2個のやつがですね。でこんなところにその現れるってことを知ってると、まあちょっと見方も変わってくるのかなっていう気がします。これがその例えば変数が5つだと、5C2 個になって10個になるわけですよね。
で、それが今回のその括弧2番の問題になってるわけです。でもあれは基本対称式なんですね。基本対称式のその個数分だけが出てるわけです。で、それは解と係数の関係で出てきます。だから例えば t-x1 t-x2 t-x3 t-x4 と t-x5 というような、t の、方程式5次方程式を考えたときに、t の5乗マイナス x1 たすこれ全部 x5 までの和ですよね。これが、4乗の係数になるわけです。で、じゃあ3乗の係数はっていうと、これはシグマの xi と xj の i と j が、こういう状況の場合ですよね。これの t の3乗になるわけです。こんな感じになるわけですね。で、ここに相当するものが今問われているものです。でもこれって、5変数の基本対称式なんですよね。で、解と係数の関係に出てくるものです。じゃあ3つだったらどうなるのかっつったら、これすごく大変なことになるの分かりますよね。二次式のところには、3つの変数の和だから xi、xj、xk みたいな形で、1以上こんな風になるわけです。この t の2乗と。まあ、こんな風にして、最後は x1 から x5 の定数項になるので、ここは簡単なんですけどね。こんな感じなんでね。で、対称式の理論を知っていれば、少し見方も変わってくるのかなという気がします。というわけでですね、受験で覚えとかなきゃいけないのは、この異なる2数の、1から n までの異なる2数の積の総和の求め方ですね。それがこの式で得られるっていうことですね。これは覚えておいた方がいいと思います。過去にも何度も出題されてるし、形を変えて出てくることがあるので、このまとめ方は覚えておきましょう。というわけで、中央大学2018の問題でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。それでは失礼いたします。